純愛は、桃田直樹による2014年の書籍。シンガーソングライター、タレント、司会者、ラジオパーソナリティとして、関西で人気を博した屋敷鷹人の裁判年を、鷹人自筆のメモや、看病に人生を捧げたと主張する未亡人、屋敷桜の証言、看護日記などに基づいて描いた、かつてない純愛ノンフィクションとして発売されたが、ノンフィクションと言えるのかなど、 内容について議論があり、表現について複数の訴訟が提起されるに至った。桃田が2014年3月4日、リーガロイヤルホテルの降臨の間にて行われた、屋敷高人を忍ぶ会、高人メモリーズ2014あんたのことが一途にやっぱ、好き屋根に招待されていた。しかし、元々の予定がありキャンセルする予定が、スケジュールが空いたので、会に出席し、 屋敷未亡人に初めて出会った。その一週間後、屋敷桜からのメールで会って話をしたい胸を受け、直接会い、生前、高人が、桃田のファンであったこと、僕の本を出してもらうなら、桃田に助けてもらう、というメモを見せられ、看護記録等のメモを読み込み、屋敷桜と話し込み、決まっていた仕事を半年後倒しをして、メモに書かれていた出来事を関係者に裏付け取材を、 行ったとされる。タカ人の未亡人については、タカ人からのプロポーズを受け、交際していた時期に別の男性と結婚していたという指摘があり、さらに未亡人がタカ人と不倫関係にあった時期がある、あるいは重婚状態にあったとの疑惑がある。一方、本書では未亡人が結婚していたことが伏せられ、イタリア人男性は恋人未満の存在であったとされている。ちなみに、 著者の桃田は、本書発売後の2014年11月18日になって、重婚の疑惑を否定しつつ、高人の妻には、イタリア人男性との結婚、離婚歴があることを事実と認め、離婚歴について書くかどうか、大いに迷ったと発言した。作家の林真理子は、当該疑惑や高人の長女が、出版差し止めを求めて訴したことについて、 マスコミが全く報道しないと指摘し、この言論統制は何なんだ、と不満を表明した。本書の内容について、2014年11月21日、高人の長女が、検討者を相手取り、出版差し止めと1100万円の損害賠償の求める訴訟を起こした。本書は、高人の長女を、横柄な態度で発災したの父の若妻に暴言を浴びせる。 中年女性として描き、以下のようなエピソードを掲載している。これに対し長女側は、上記記述は虚偽であり、一人の遺族の話を根拠に、他の親族の取材をせずに一方的に攻撃するもの、あまりに一方的なひどい内容、事実と違うことだらけと反論し、本書の中に、すべて事実であるという記述があることについて、桃田さんから取材の申し込みもありませんでした。 こんなのノンフィクションじゃないですよね。とコメントしている。本訴訟において、長女側は、未亡人が無償の愛を注ぎ、相続においても何も求めず謙虚な姿勢を示して、きたという作品の基調はそもそも事実に反すると主張している。本訴訟の提起後、著者の桃田はツイッターにおいて、高人氏の娘が出版差し止め請求の裁判を起こしてきた。裁判となれば、 今まで言わなかったこと、本にはあえて書かなかったいろんな証拠をすべて法廷に提出する。一番おぞましい人間は誰か、真実はどこにあるか、すべて明らかになる。世間はびっくりするぞ、と発言した。2016年7月29日に出された東京地方裁判所の判決では、本書の6箇所の記述が事実に反し、 プライバシー侵害及び名誉毀損に当たるとして、長女側の主張を概ね認めた上で、330万円の損害賠償支払いを、現当者に命じたが、出版の差し止めについては却下した。上記のエピソードも、長女側提出証拠が採用されて、虚偽及び名誉毀損認定された。この判決に納得しなかった、現当者は、控訴したが、東京高等裁判所も、 東京地裁の判決を概ね指示しながらも、さらに一箇所の名誉毀損的記述が存在することを認め、賠償金を365万円にまで引き上げたが、差し止めについては、第一審と同様認めなかった。2017年12月21日、最高裁は、検討者の上告を受理しないと決定。これにより、第二審の判決が確定した。なおこれらの判決について、 2018年3月時点で、桃田側からの明確なコメントはない。高人の元マネージャーも、高人の妻に暴言を吐いたり、会社の帳簿を操作したりしていたなどの記述で名誉を傷つけられたとして、著者の桃田と検討者2100万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。2018年11月28日、東京地方裁判所は14カ所の記述が、 名誉毀損に当たると認定。マネージャーとしての能力を書き、金に汚い人物として描かれていると指摘し、裏付けを書く部分が少なくなく、真実と信じる、相当性があるとは認められないとした。多くの読者の目に触れ、評価の低下は大きいとして連帯して275万円の支払いを命じた。桃田と検頭者は連名で、 主張が認められなかった部分は誠に遺憾。判決を精査して、対応を検討するとのコメントを出した。高人の楽曲を数多く手掛けてきた、作詞家の及川眠子は本書について、なぜ裏も取らずに、一人の人間を犯罪者だと決めつけるノンフィクション作家を名乗るのであれば、きちんと本人に取材すべき。あの本にはそういった正当性が全くないと評している。 amazon.co.jp のレビューでは評価が2分しあまりの美談ぶりをいぶかるコメントも寄せられた。これに対し著者の桃田は Amazon レビュー未亡人に対する誹謗中傷がひどすぎる。実態も真実も何も知らない。第三者が何の根拠もなく匿名で人を傷つける。本当に人間のクズみたいな人間だと思う。と反発した。発売日当日に 中井雅宏の金曜日のスマたちへに、桃田が出演し、再現 VTR を交え著書の内容を紹介。初週で6.5万部を売り上げる。ありがとうございます。